こんにちは、スガちゃんだ。今日の企画はこんな手の動きしてないな。こんな手の動きしてないな。こんな感じ。こうみたいな。あ、こう。こんにちは、スガちゃんだ。今日の企画は慣れねえな。缶スプレーとライターを使って火を炎上させたいなと思います。じゃあ行こう。本当に炎上するよ。今回使うものはこちら、機械油に使われる、556とライターです。どうやってやるかというと、ライターで火つけて、そこにこれをポッて噴射するということでございます。それではやっていきます。おお、くっさ。じゃもう一回やります。その穴おお。気持ちいい。クソ気持ちいいんだけどこれ。まあ、こんな感じで激しい炎を打つことができるわけですね。で、今回なんですけども、こんな感じでサーモンを用意しました。なんでちょっとこれでね、せっかくなんでこれ炙ってちょっとね、やっていきたいと思います。なんですけども、これだと有害な物質が入ってるらしくて、なんでダメなのこれ。このね、成分ってとこに鉱物油、防腐剤、フッ素樹脂、石油系溶剤って入っとるんやけど、これが燃え残って、サーモン炙った時にサーモンについてしまって、ベタベタでまずくなる。サーモンに有害な物質がかかる。そう、有害になるね。そうってな感じで、今回はこちら、空気入れを用意しました。これは自転車用の空気入れなんですけど、なんかいいらしいですね。なんでいいのこれ。このね、成分のところに LPG って書いてあるんで、LPG だけやって、これLPG ってなんか、よくね、家庭でも使われるガスコンロとかでもたまに使っとるガスの種類で、このガスやったら使っても多分大丈夫やと思う。あー、でもこれ火の勢い落ちるよね。まあ、多少はね。あー、ってな感じでちょっと今回はね、こちらで代用していきたいと思います。僕ね、すげーサーモン好きなんですよ。なんでちょっとね、炙っていきたいと思います。はい、じゃあ出して。あお前ちょっと生きた天然ガスがぶっかかり。ちょもう一回もう一回やろう。風が今強いな。あお前ちょっと待って、変わった方がいいでしょ。変わった方がいい。俺がライターした方がいいか。おお、今のよかったね。もう一回いきます。せーの。これでも見てください、結構ほら焦げてはきましたね。これでもサーモンじゃなくて玉ねぎが焦げてるっていう。玉ねぎ焦げてんだけどね、これね。おお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 、これでいいよね、さすがに。さすがにこれでいいよね。オッケーオッケー。よし、完成。よし。いや、マジでクソうまそうだよな。クソうまそう。醤油かけまーす。かけすぎじゃね、これ。あ、大丈夫か。まあ、こんなもんか。こんなもんすね。じゃあ、いただきます。クソうめ。クソうめ。マジで。クソうめ。どう？めっちゃうまい。めっちゃうまいやろ、めっちゃうまいやろ。めっちゃうめえこれ、やべえ。寿司屋で炙った味がしたい。寿司屋で炙った味、そうこれ撮影するのにすごい30分ぐらいかかってるんですよ。結構トラブルあってね。だからね、本当に美味しく食べれてよかったです。